久保さん。なんかいろいろと言われたらしいじゃないですか。僕は僕はね、言われることはもうないですね。ほぼ。コメント封鎖してるので <laughs>、うん。まあ僕、この前アンケート取りましたけど、ね、アンケートに答える人なんかは、ある程度僕のことを知ってる人じゃないと答えないし、そんな疑ってる人はね、わざわざね、アンケート答えないですからね。<laughs> まあ今回ね、久保さんの話聞いて,て、まあ、 僕は常に思うことがあって、まあ、それにね、名言をちょっとね、ここでね、考えたというか、パッと出てきたんですけど、水かけ論っていう言葉あるじゃないですか。水かけ論みたいな。相手の、相手に水をかけても自分の家の火は消えないと。相手に水をかけても自分の火は消えない。これでいいんじゃないですか <laughs>。ねえ、あのー、 まあ結局僕は、僕もね、あの、影では言われてると思いますよ。僕は見えないようにしてるだけなんて、こいつなんか言ってるよ、みたいなね。まあ僕も常に言ってますからね、それも。ブログでも書いてるし、ブログでも書いてるし、動画でも言うし。だって普通に考えてるでしょ一般論で考えて、ね。あの、前、前、前ね、ちょっとブログに書かれる、なんか、なんかに書かれたことがあるんですけど、猿の遠吠えだと。 みたいな。なんか、なんかそんな感じで考えたのね、まあ再生数少ないですから、要は。ね普通に考えたらね、あのー、普通に考える、普通に見たらね、再生数こんなに少ないで、どうやって稼いでんねんって、普通に思いますよね。<laughs> だってふほ、他ほの有名 YouTuber とかね、チャンネルとまあ、ヒカキンさんとか稼いでないとはわ思わないでしょ、どう考えても。チャンネル登録者数900万人とか800万人でね、 で、なおかつ家もあんな感じになっちゃって、それで稼いでないっていう、1億円寄付してね、小池都知事となんか会見もなんかやったりとかね、なんかテレビも出てね、稼いでないってことは、まずそう、一般的に見ても、まあ、ヒカキンさんはあれは嘘だよと。稼いでないっていう人は多分いないでしょうね。<laughs> それは誰が見てもわかるからですよね。で、久保さんと僕はは、誰が見てもわからないです。 多分一般論じゃないんで、これ。本当に。このやり方は、申し訳ないけど、一般論ではないと。だ、一般の考え方で見られても、それは一般のやり方じゃないから <laughs>。それは分かんないよね、っていう話で。うん。どう考えたら一般のやり方じゃないですからね。で、一般のやり方じゃないことを僕は教えてます。少ない再生数でもどうやって売り上げを作っていくのかと。まあ、確かに王道ですよ。アクセスをいっぱい集める。リストをいっぱい集める。 売上を上げていく顧客数を増やす売上を上げるそれは一般論じゃないですか僕はどれだけ少ない数でも売上をこう絶対こう上げていくっていう方法を教えてますだから逆説論ですね、うん、昨日ねあの僕はあの地球の,あの平面説みたいなのをねあのききき見たんですけど超面白くて <laughs> どうですか平面説地球は丸くないみたいなね で南極は移動してると。南極は,なん南極は真ん中にねえぞななんか。なんかそういう話なんですけど。結構ね、あの、アメリカ、どっかの、結構有名なチャンネルなんですよ。結構その、ぶち抜いてるね。一般常識とは真逆を言う、結構有名なね。都市伝説系好きとかね。そっち系好きな人は知ってるかもしれないですけど。すげえ言う。まあ、ちょっと、一部の人にとってはちょっと人気があるチャンネルがあるんですけど。 そのチャンネルで一番再生されてるのが何だっけなあの,あの山あの昔はねでかい木だったみたいなね切り株みたいな山は切り株みたいなね超面白いんですけどあそういう側面で見たことないなみたいなでもそういう風に言われていろいろなの見ると切り株に見えるんですよ実はめちゃめちゃ昔でかかったみたいなね うん、あの木はめっちゃ長か,かったみたいなだからまああの、ま、話を戻すとどうしたいんですかとまあそれが全てじゃないですか自分はどうしたいのと人の人の家に指差しても自分の家は何も変わんないよって話で、うん、まあ僕もね昔はやっぱそのまあいまだにベンツ嫌いなんですけどあんま好きじゃないんですよねベンツ貧乏だったんで まあ今もね、じゃあ大富豪かっていうと大富豪ではないけど自由にやってますよ。そう。うん。だからまあ、人それぞれの生き方があって人それぞれの考え方があっていいんじゃないかなと。思いますけどね、うん。自分の固定概念とか自分の考え方で世界は動いてないよと。申し訳ないけど。 あなたは宇宙一の総理大臣ですかと。<laughs> あなたの考えが世界を制してるわけはないと。<laughs> そんなん言ったら、世の中に市場に出てる商品とかもそうじゃないですか。あなたが興味があるね、ものしか売れない。あなたが興味あるものしか価格がつかない。な <laughs> わけないじゃないですか。あなたが興味ないのも市場で取引されてるし。<laughs> あなたの知らないところであなたが知らないことが起こっているし <laughs>、うん、よく出すんですけどモナリザの絵とかピカソの絵とか欲しいですか、まあ、何億円とかすると思うんですけどでも何億払ってでも何十億払ってでもあれが欲しいっていう人いるだろうしでもあなたは欲しいですか家に飾りたいですかピカソの絵モナリザの絵とかをモナリザの絵なんかね本当にもうすげえ価値があるんじゃないですかでも家に飾りたいですか たたとえ100億ああっっててれを買って家に飾りたいですか僕は飾りたくないですね <laughs>。申し訳ないけど。うーん。ねえ。なんかその骨董品とかもそうですけど、なね。なんでも鑑定団っていうね、番組がね、昔からずっとまだ、あ島田紳助さんがいなくなってもずっと続いてますけど、<laughs> あそこに出てくる商品全部価値あると思います。 わーってなる番組ですけどね。そんなものがそうなんなのかみたいなね。欲しいですか <laughs> うん。だからまあ、うーん。まあいろんな側面でやっぱ物事を見れるようになった方が、まあ生きやすくなるかなと思いますし、あの一番考えないといけないのは自分の生活じゃないですかね。うん。自分の生活を豊かにする。 自分の生活をあ幸せにするそれが全てじゃないですかでそれをやりきった後とある程度満たされたら今度は他者に行くのか自分をもっと幸せにするために動くのかっていうどっちかに行くと思うんですけど大体は大体はまあまあこれも人それぞれの考え方があるんですけど僕は あの自分が幸せになったら他者を,を幸せにできるとこれは僕の考えてるし考え方ですね自分がお腹いっぱいになれば快くねパンを分け与えることができるとでも自分が餓死しそうな状態で快く100%の気持ちでそのパンを分け与えることは非常に難しいと、うん、だからそれが僕は人間のなんじゃないかなと思うんですよね うん、まあそれは生きる死ぬなんでなんかあんまり表には出てこないとは思いますけど昔人戦争時代はね人を食うっていうこともあったこともあるわけですよあんまり表に出てこないですけどもでも極限の状態になったら人はわからないわけですしでも自分が幸せで満ち溢れていたらそれを分け与えることは簡単だ簡単ですしなんやろなあの 人,の幸せ人を幸せにすることで幸せになれるっていうことの方が無限なんですよね。なぜならば、うん自分の幸せっていうのは一の幸せだけども、他人の幸せは無限に作れるんですよ。つまり、例えば、ーまあ、吉谷さんのおかげでね、人生変わりましたっていう人が1人出ました、2人出ました、3人出ました、4人出ました、5人出ました、6人出ました。で、それを聞いて幸せを感じれたら、 もう無限に幸せを感じれるんですよね。だけど、自分の幸せっていうのは、もう、限界値があるんですよ。僕はそう思ってます。うん。だこれはね、多分ね、まあ、久保さんの話にも精通するんですけど、多分ね、月収300万ぐらいいったら、もうね、買うもんなくなるんですよ。いや、本当に。マジで月収300万、ね、まあ、年間、年収3000万だとするじゃないですか。もう、ほぼ買うもんなくなりますよ、多分。あんまり。 まあ,あれも、だからまあ、そこでまあ、2極に分かれるんですけどね。あの、それでも、もっとだ、もっとだ、みたいなね。1000億だとかねあの、ビル・ゲイツだとか分かんないですけど、あの、そういうふうにやる人もいれば、うん、他者還元に移る人もいるし、ただ僕はまあ、他者還元に移った方が、無限の幸せを得れるかなと思いますけどね。人の笑顔を見て、自分が笑顔になれると。 これが多分、まあ人という、金八先生じゃないですけど、人は支えられて生きてるという、支え、支えたことに、支えたことによっての喜びですよね。これが多分ね、まあ DNA レベルで刻まれた本当の人の幸せってのは何なのかっていうと、人を支えてるとき、人を助けたとき、うーん、人のために何か動いたときだと思うんですよね。自分の存在意義ってやつですよ。 うんだ少なくとも久保さんが発信できる理由っていうのは、まあ、僕もそうですけど僕はちょっといろんな理由ありますでも一部入ってるんですけど久保さんなんかはまあ商品売らなくてももう生計立てられるわけですしそれでも発信するわけじゃないですかそれなんでかっていうと視聴者がいてその久保さんの、ね、久保哲郎の発信をね、まあ、朝ねライブやったりとかしてると思いますけどいつもライブ見てくれてありがとうっていつもライブ見てくれてる人がいるわけですよ1人でも2人でもだからそう面白いんですよね うん、だから僕もいろんな動画アップしますけどやっぱ見てくれる人がいるので面白いわけですよ、うん、あこんな動画でもねなんか楽しくやってくれるんだなとかあと吉谷さんの動画見てモチベーション上がってますとかねそういうフィードバックがあるんでなんかやりがいというかねあやってて面白いなと思いますよね、うん、でもそこに到達するためにはやっぱそこに到達しないと見えない景色があるわけですようん そのギブがででききるかかないか心からギブができるかできないかっていうね、ここの境目なんですけど、うん。まあ、いろいろお話しましたけど、あの信用しなくていいと思いますよ。もう疑いの目でずっと見てればいいと思いますよ。別に。<laughs> こいつらうす言ってんだろうなってずっと見てればいいじゃないですか。どう見ようがあなたの人生は変わんないですよ。 あななたが始めなければどう見ようが他人のことをどう見ようが社会のことをどう見ようがあなたが変わらなければあなたが動かなければあなたの人生は変わらないあなたの家は家の日は消えない、うん、助けてくれってあなたが叫ばなければね気づいてくれる人がいないかもしれないですよまあ周りにねちょっといたらねわーって来てくれるかわかんないですけど、うん まあ少なくとも、そのね、久保さんにこう来た人も久保さんが発信してなかったら、ね、まあ、来なかっただろうし <laughs>、うん。まあ自分を変えたいんだったら、自分の収入上げたいんだったら、自分が変わること、自分が動くこと、まずここしかないですね。これがもう一択ですね。これ以外ないです、うん。まあ国が助けてもら、国に助けてもらえると思うんだったら、国、 におあの神様が助けてもらう、神様がいて、神様が、えー、お金をくれる、恵んでくれると思うんだったら、神様に毎日頼めばいいんじゃないですかあ。国が補助金ね、いっぱい出してくれると思うんだったら、国に頼ればいいんじゃないですか。僕は頼らないです。神,神様にも頼らないし、国にも頼らないです。自分が歩くと。自分が今日、動画を撮る。それ一択ですね。一択。自分がやると。 それ以外ないっす、はい、水掛け論戦争続きそうですねこれからも <laughs> ね一般の考え方の人たちが僕たちを見てますからねいってらっしゃい